こんにちは。今回ご紹介するのは女優の吉岡里帆さん。1993年生まれ、京都府出身。京都の太秦撮影所の近くに住んでいたという吉岡里帆さん。高校3年生の時、アルバイト先で人手が足りないからと頼まれたことをきっかけに映画のエキストラとして出演。その撮影が行われた撮影所における映画作りの現場に刺激を受け感動したとのこと。そこで知り合った友人に誘われて小劇場の舞台を見て、さらに刺激を受け、すぐに仲間にしてくださいと直談判するも門前払いされたみたいですよ。高校生の時にすでにこんなバイタリティがあったなんてすごいですよね。その後、吉岡里帆さんは一時は書道家を目指して京都の大学に進学するも、俳優になる夢を諦めきれず、京都の大学に通いながら東京の俳優養成所でレッスンを受けるという京都と東京を往復する生活を送りました。2012年に芸能事務所 A チームに所属、2013年より女優として活動を開始します。現在では売れっ子の吉岡里帆さんですが、駆け出しの頃はあまりうまくいかず、 NHK 連続テレビ小説アマちゃんや化け物の子などいろいろなオーディションにエントリーするも落選が続いていたそうです。また女優と兼任をしながらグラビアデビュー。グラビアに進出するやいなやたちまち話題になり、週刊誌のグラビアやデジタル写真集をリリースして注目を浴びています。グラビアで人気になったことがきっかけで、2016年に連続テレビ小説朝が来た、テレビドラマゆとりですが何かにレギュラー出演し、それ以後は飛ぶ鳥を落とす勢いで数々のテレビドラマ、映画、テレビ CM に出演。現在では国民的女優と言っても過言ではないくらいに成長を遂げました。今ではメディアで見ない日はないほどの人気女優となった吉岡里帆さんですが、売れっ子になるまではかなり苦難の道を歩いていたことを知ると親近感が湧いてきます。ちなみに吉岡里帆さんはこの動画でご覧いただいているようなグラビアに最初戸惑いはあったものの、やればやるほどやりがいを感じていたようです。こんな素晴らしい推定 D カップのドジェシコボディを持っているんですから、これからも写真集などで私たちの熱い期待と人望に応えてほしいものですよね。また吉岡里帆さんはこの秋のフジテレビ系ドラマ時をかけるな恋人たちで主演を務めるとのこと。 SF ラブコメディドラマで可愛らしい吉岡里帆さんが見られそうですね。こちらも要チェックです。以上、今をときめく大人気女優吉岡里帆さんのご紹介でした。今後も彼女のますますの活躍に期待しておきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは女優、モデル、グラビアアイドルをその魅力とともに紹介していきます。動画が良かったという方は、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。